さっきのこと、お前がアジムをけしかけたんじゃないのか。人間というのは自分に都合のいい真実を見たがるからね。そう見えたのは君がそう望んだからだろ。そんなことより半導体ユニットが足りないんだ。追加を頼めるかい？生物電気に反応するタイプか。ああ、あと細胞センサーにも問題がありそうなんだ。もっと精度の高いものはないかな。アジムはどうなった？気絶させられた後、医務室に運ばれた。鎮静剤を打って、今はお前が指示した医療カプセルに入ってるよ。なら直に目を覚ますかな。それじゃ、追加素材の動作チェックは任せるよ。僕は実験室に戻って仮眠を取る。もしヒーマに何か聞かれたら、午後から製造に入ると伝えてくれ。待ってくれ。ん？まさか動作チェックすらまともにできないだなんて言わないでくれよ。そうじゃない。姉貴ですら見つけられなかった答えをお前はたった半日で見つけたんだ。噂にたがわぬ天才。それは俺も認める。でもだからこそ余計にわからなくなる。姉貴がやってることを理解してなお、なぜ素直に手を貸す？実験の末、復讐の拳が完成したらどうなるかわかるだろう。なのにどうして、どうしてお前はそこまで冷酷になれるんだ？冷酷か。おかしなことを言うね。僕には君の言ってることが理解できないよ。そもそもその質問は自分自身にぶつけるべきなんじゃないかな。俺は違う。これは全て今は亡き兄貴のためで。死んだ人を言い訳に使うのは良くないな。選択したのは他でもない君自身なんだから。工場の管理、薬の製造、そして狂丸の密売。それはそうだが、まあ僕としても復讐を考えるなとまでは言わないよ。それこそ見ての通り、囚われてるのはこちらの方だからね。ヒーマの機嫌を損ねようとは思わない。姉貴はお前を殺したりしない。いや別に対はない。ただ昔の姉貴はこんなこと考えるような人じゃなかったんだ。つまり君のお兄さんの死が彼女を変えた、そういうことかい？そりゃ俺も姉貴も当時から奴らに復讐したいと思ってた。そこは否定しない。でもあんな実験は考えもしなかった。ただある時姉貴は薬を自分に使ったんだ。自分にって本当かい？ああ、それが初めての実験だった。だが思うような結果は得られなかったらしい。それ以来だ、姉貴がおかしくなったのは。気づいた時には復讐の拳の研究まで始めていて。けど姉貴だってただ人を殺したがってるわけじゃない。全部あの薬が姉貴を狂わせたんだ。だからこそ姉貴は科学者としてのお前を純粋に尊敬してる。協力を続ける限り殺されることはないはずだ。まったく話をややこしくしないでくれ。君は彼女に手を貸す僕を冷酷だと言ったろ。なのに今度は遠回しに協力しろと言ってみたり。それこそ
君自身が自分の目的を見失ってる証拠さ。無関心を装って責任から逃げてるんだ。いいかい、どんなに綺麗な言葉で飾ろうと、彼女が悪事に手を染めた事実は変わらない。話はここまでだ。僕にはまだやるべきことが残ってるんでね。失礼させてもらうよ。何？これまで実行してきたことは脱出に向けた準備だ。そもそもこの工場に入った時点で僕の計画は半分成功してる。というわけでクマル、午後になったらゲートを開けてくれるかい？なぜそれを俺に話した？君にはまだ両親が残ってると思ったからだよ。彼女がしようとしてることはどう考えても復讐の域を超えてるだろ。君のお兄さんを殺した相手も、そしてヒーマも、しかるべき裁きを受けなきゃいけない。シュメ、なあクマル、どうしてこいつがここにいるんだ？それは姉貴に頼まれたものを作るためで、もちろん許可は得ているさ。まあいい、心理系はまだ戻ってねえみてえだしな。だがこいつの口車に乗せられて余計なことまで喋るんじゃねえぞ。あとこれはヒーマからの伝言だ。アジモを連れてゲートに顔を出せとさ。ただの面会らしいが、一応用心はしとけ。だがどうしてアジムがここにいるとバレた？慌てるな、ここで働いているとでも言っときゃいい。それよりも今夜のドゥルガリーとの取引だが、どうやら氷岩を狙ってるネズミがいるらしい。受け渡しの時は普段以上に警戒しろ。分かった。それじゃあシュメ、俺が戻るまでここでおとなしく待ってろ。何かあった時注意されるのは俺だからな。構わないよ。幸いこの工場は見るべきところがたくさんある。暇つぶしに困ることはないからね。報告したみたいだね。命令、殲滅、ターゲット、エイジム。元気。正気か？シュメ、捕らえろ。彼女を工場の敷地から出すな。
計算開始。さあ行こうか。まだ僕はやれる。どうだ。しゃらくさい。僕らの勝利が確定した。この程度も追いかけっこは終わりだ。まったく、本当に君は自分の立場を分かってるのか。もちろんさ、君はクマルの忠誠心に感謝するんだね。すまない、だが実験はまだ終わってないんだ。謝ることじゃない。これは皆が正しいと思ったことをした結果だ。それで君の意向に逆らったんだ。僕を始末するかい。まさか、君にはまだ仕事がある。挽回のチャンスを与える。さあ、分かったなら戻るぞ。今度逃げようとしたら構わん、その場で始末しろ。もしかして前に君を完全に解体して武器に作り変えようとしたのはまだ根に持ってるのかい。いつの間にか君がそばにいるのが当たり前。それ以前に
僕が実戦から離れすぎてたってこともあるだろうけどね。シュウメイ、おい、シュウメイ。クマル。そっか、7時間も眠ってたのか。確かにお腹も減ったし、もしかして食事を持ってきてくれたとか。ったく、腹が減ったなら食堂に行ける。そうじゃなくて謹慎が解けたんだ。兄貴から工場に連れて行くよう言われてる。なるほど、休暇は終わりってことか。それなら早くドアを開けてくれないかな。これじゃ仕事に行きたくても行けないよ。その前に聞きたいことがある。どうしてあんな無茶をした？逃げ出すのが不可能なことくらい理解してるはずだ。それにあの時お前は俺に両親が残ってると言った。でもその結果はどうだ？僕の考えは変わってない。お前を裏切ったのに。少なくとも僕はなら何を考えどう行動するかはそれぞれの自由だ。まあ君の場合自分の道を見失ってるわけだけど、だからこそヒーマに従いつつも僕に同情なんてするのさ。何にせよ君が僕に協力すれば万事解決するのは間違いないけどね。ちなみにこの話も報告してくれて構わないよ。この後の計画に君という要素を組み込まなければ済む話だ。この後？お前まだ諦めてないのか？僕は生きることを諦めたりしないよ。正常な判断ができる人ならそれが当然だと思うけど、被験者だろうがもちろん君だろうがね。人間にとって一番辛いこと、それは自由を奪われることだ。当たり前といえば当たり前だよね。呼吸をする自由、遊ぶ自由、考える自由、選択する自由。その点被験者たちはどうだい？それに僕もだ。こんな監獄と処刑場を合わせたような場所に囚われて自由がない。目の前にあるのは死を待つ未来だけだ。ならそれを拒むのは当たり前、自由を求めるのも当たり前。クマル、君にもわかるだろう？もういい。今聞いたことも兄貴には言わない。言うか言わないかは君に任せる。ただ僕と被験者たちは仲間だ。今回の失敗を踏まえ今度は彼らに協力を仰ぐとするよ。どうしてそんなに？どうしてだろうね。それよりヒーマに報告するなら急いだ方がいい。でもその時は今度こそ僕は、いやアジムも協力する被験者たちも彼女は容赦なく始末するだろうね。まあけど君が気にすることじゃない。あとは好きにしてくれ。選択するのは君の自由だ。その上で報告しないと決めたなら。君は本当の自由を手に入れられるだろう。頭は冷やせたか？
おかげさまでね。君こそクマルから脱走の報告を受けて驚かなかったのかい？君はプライドが高いからな。強く締め付けるほど反発するのは簡単に予想できる。まあ強行手段に出るというのは想定外だったが、いや、この話はもういい。それより時間がないぞ。デッドラインは君自身が定めたんだからな。それならクマルに追加の素材を頼んでてね。検品さえ済んでれば製造と調整にはそれほど時間はかからないよ。そうなのか、クマル。ああ、もう工場に運んである。よし、なら製造を急いでくれ。その前に、さっきもクマルに言ったんだけど、何か食べさせてくれないかな。あとアジムの様子も見ておきたい。クマル、エイジムを連れて彼女を食堂へ。アジムもちょうど食堂にいるはずだ。おい、本当に大丈夫なのか？それはこっちのセリフだよ。君は来ないのか？ああ、廊下で待ってる。俺は何も見てないし、何も聞いてないからな。君は臆病なのか大胆なのかわからないね。実験の後、体に違和感は？みんなピンピンしてるよ。俺はまだちょっと足元がふらつくけど。うん、鎮静剤の副作用が抜けていないようだね。思ったより長時間効いてしまうようだ。僕の落ち度と言えそうだね。謙遜すんなって。俺たちは生き残った。それだけでも十分すげえことなんだ。つーか、そっちこそうまいことビルから抜け出したんだろ。こんな高いところから飛び降りるなんてマジすげえよ。まあそれについては君たちは絶対真似しないようにね。落ちてもヒーマの機嫌を損ねても、どっちにしろ命はないだろうから。それでシュウメイさん、実験はまだ続くのか？続く。頻度は落ちるだろうけど、危険度は跳ね上がるはずだ。ああ、あの復讐の拳ってやつか。やめろって。喧嘩してる場合じゃねえ。言いたいことがあるやつははっきり言え。前にシュウメイさんが言ってたろ、互いを信じろってさ。それは空気を悪くしたのは悪かったよ。確かに今は互いを信じなきゃな。ただ復讐の拳のことはまだ考えなくていい。それよりも大切な話がある。まずクマルについてだけど、彼は僕らの味方なんだ。何かあれば彼に相談してみるといい。お金のこと、家族への連絡、可能な限り手を回してくれるはずだ。それとアジム、君は確か明日の試合に出るって言ってたね。でもここにいたらそれも叶わないだろう。ならクマルに頼んで出場を取り消してもらうのがいい。無断欠場は高くつくんだろう。ああ、できるならそうしたいが、あいつのこと
本当に信用していいのか。君たちが信じればきっと答えてくれるさ。あともう一つ、今回の脱走で逃走経路の確認はできた。もちろん成功するなんて保証はないし、失敗すれば命を落とすリスクもある。それでも僕についてきたいって人はいるかい？